ミスパンテールは日本の競争馬。主な勝ち倉は2017年2018年のターコイズステークス、2018年の阪神品馬ステークス、京都品馬ステークス。馬名の意味は女性票、目票。2014年3月3日、北海道日高町の三次郎牧場で誕生。7月30日に札幌競馬場の新馬戦で安状4用分でデビュー。 直線で大外一気の末足を発揮して新馬勝ちを収めた。7ヶ月ぶりの実戦となったチューリップ賞では7番人気ながらメンバー中最速の上がり3回33秒7の末足で追い込んで2着に入り、クラシックへの切符を獲得した。しかし、大賀賞は4番人気に押されながら16着、オークスは10着といずれも大敗し、春は結果を残すことができなかった。 ローズステークス10着の後、週刊賞に登録を行うも、賞金不足で除外となり、代わりに出走した自己条件の清水ステークスで2勝目を挙げた。横山のリと新たにコンビを組んだターコイズステークスでは、中段追走から直線で、うちの狭いスペースを塗って差し切り、重賞発制覇を果たした。年明け初戦の京都品馬ステークスでは一番人気に押され、 直線で外から差し切って、重症連勝となった。半身品バステークスではこれまでとは一転して、花を切って、スローペースに持ち込み、2着レッドアバンセとの激しい叩き合いを制して、重症三連勝を達成した。レース後、安城の横山は、テンションが高いのが大きなところに向けて、課題としながらも、いい競馬ができると思うので頑張りたいと語った。 5月13日のビクトリアマイルはミチルが答えて5着に終わる。秋に入り、府中品バステークス9着、エリザベス女王杯12着と制裁を変えたが、12月のターコイズステークスでは、中段追走から直線で力強く抜け出して、連覇を飾った。初戦の京都品バステークスでは一番人気に押されたが5着に、敗れる。その後、 呂つなぎ部の浅く腱炎を発症したため現役を引退することになった。4月10日付で競争場登録を抹消。引退後は北海道浦河町の辻牧場で繁殖品場となる。以下の内容は ntkeiba.com e の情報に基づく。ありがとうございます。